いつになったらコンプリートするの？ドラゴンボール Z ドカンバトル。どうも皆さん、オハボンバー、ボンバチョア、ボンバンは徳島のパムギンです。いつもご視聴とコメント、高評価本当にありがとうございます。さあ本日もね、ドカンバトルやっていくんですけども、お久しぶりの動画となっております。はい、まあドカンバトルさんちょっと落ち着いとってね、ネタがなかった、もうしっかり、私が違うサイトにね、力を注ぎ込んでいたというのもね、事実でございますけども。はい、やっとね、お知らせが来ました。超激戦新ステージ追加予告ということで、悟空とベジータ、フュージョンですね。フュージョンの、まあ、バトルカードが、ドッカンフェスにて、来るっていうことが、まあ、99.9% 判明したということで、うん、これ、すごい、楽しみなんですけど、楽しみっすよ。ものすごい楽しみなんですけど、なんていうのかな、私のアカウントはですね、この合体戦士に恵まれてないアカウントと言っても過言ではない。うん、ちょっとね、画面ちょっと切り替えてね、ちょっと合体戦士系のちょっと苦い思い出のある、ちょっとバトルカードちょっと集めてみたんで、ちょっとそちらをね、見ながら、まあ、語っていくんで、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ちょっと画面切り替えますね。はい、ちょっとね、雑談動画となるんですけども、まあ、合体系といいますか、ちょっと苦い思い出のあるちょっと合体戦士のバトルカード4選ですね、これ私の。うん、で、そうですね、これ3周年の、まあ、その新しいね、悟空&ベジータが来たら、これとね、ものすごく相性良くなるんではないでしょうかと。だから、前回の夏のキャンペーンの時に、孫悟空&ベジータ括弧天使、ベジット版ですね。ベジットの方が来たっていうことなんで、これのおそらくゴジータ版ですね。来るということで、これと、ものすごく相性のいいバトルカードではないでしょうか、なんですけども、これ3周年の時ですよね。未だに大活躍なバトルカードなんですけども、これは私まだね、虹でないんですよ。三突。まあ三突でも十分。もう十分なんですけど、もういい加減、もうね、6周年も過ぎ去ったところでもう3年経ってますから、もう虹にもう出てこれてもいいんじゃないかなという感じなんですけど、これ、3周年の時に出ませんでした。これ、どこで、あ、4周年の復刻の時にやっと母体が出て、で、その当時、4周年 LR のスーパーサイヤ人を、孫悟空と LR スーパーサイヤ人4ベジータがメインキャラで4周年の時にね、ピックアップされたでございますけど、で復刻でこの LR の超体ゴジータですね、でこの復刻で LR ベジット、まあ、出たんですけども、あのね、ベジータが回ってなかったんですよね、4周年の時に。あの僕ってね、ダブルドッカーのやつなんか片っぽがねすんなり出て片っぽが沼る、そんな傾向あるんですよね。だから3周年の時これが出なくて、で4周年にやっと母体が出て、その LR のベジータが出ず、これが4枚出て3凸になったんですよ。それから一切出てません。うん、これ LR、 これちょっと2が重いですね。もうこのその同キャラの LR の調子、スーパーサイジ孫悟空&スーパーサイジベジータ3周年ベジットですね、これがこの3周年の時に2万円ぐらいに出たのかな、うん、確か。5000円課金して出なくて、で、5000円握りしめて、パチンコ行ったんですよ。ほんで、その、当時、北斗の、ごめんね、ちょっと話する。北斗の拳打って爆発したんですよ。5万発出たんかな、いや、ごめん、違う。2万発か。2万発出て、ほんで、やった、課金できると思って、課金してやっと出た。母体が出て、で、今に妊娠、もう虹でも溢れちぎってるんですけども、うん、2が重いですね。で、極めつけこれですよ。これスーパーサイジンゴジータ。これがね、年末年始、もう3年前の年末年始 ?4 年前 ?3 年前かなの年末年始の、ダブルドッカンフェスのピックアップキャラクターとなってたんですけど、あらゆる動画のところで、ちょっとね、発言させてもらってるんですが、知ってる人は知ってる。これ、母体出すのに私、9万円かかったんですよ。これはしんどかったね。これは。
で、その当時このダブルドッカーハンスでボッケの方はスーパーサイヤ人ブロリーですね、劇場版の、はい、ドラゴンボールスーパーのスーパーサイヤ人ブロリーが、同時にね、実装されて、でブロリーの方は、すんなり出たんですよ。まあすんなりとか、まあ1枚以内で出てたのかな。うん、これね、このスーパーサイヤ人ゴジータ9枚でやっと母体が出て、もう本当に刀に降りたんですけど、今やもう溢れちぎってますから。うん、で今がっつり使ってますかって言うと全然使ってないの。うん、いやほらちょくちょくは、うん、まあこのスーパーバトルロード行く時にはまあ使わさせてはもらってるっていうぐらいですかね。あとはもうがっつり使ってますかって言われたらそうでもない。うん、かっこいいんですけど、強いんですよね、強いですけどね。いやー9万円出てもう今や使ってないっていう感じですね。で、これですね、孫悟空ベジータ天使、これもね、これもしんどかった。もう6万ぐらいかかったんじゃないかな、ボタン出すのに。これはねしんどかったな。で、動画あると思う、もう嫁はんにも引かせましたし、もうあらゆるもう最後の10連とかってから動画出てると思うんで、まあ探してみて見てください、ぜひ。うん、嫁はんが2回ぐらい引いてんのかな、うん、動画あったのが。まあ出なくてですね、魔人ブーの方はもう無理やり出したみたいな感じ。うん、これもダブルドッカーですね。ゴッケの方は、スーパーサイ、ごめんなさい、ゴテンクス九州の魔人ブーですね。はい、で、アルティメット九州魔人ブーに変身するやつね。うん、あれはまあ3万円ぐらいで出たのかな、やっと出てよかったって思って、でこれに集中できるわと思って、もうこれもまあまあ出なくて、あ、もうやっともう動画外でやっと母体が出たっていう、そんな感じでございますんで、ちょっとねこういう合体系ですか、ちょっともう苦い思い出しかないんで、あんまり追うっていうことはしないかもわかんない。実際問題、うん、もうお金が足らないよ、うん、お金が本当足らないっていうね、まあ、苦い思い出の話だったんですけど、いかがだったでしょうかっていうところで、皆さんね、うん、まあ皆さんの紙引きを、まあ、期待しつつ、無理な課金はほんまにもうほどほどにほどほどにしましょう。うん、でもう正直な話、がっつり使うかって言うたら、あんまり使わないっしょ。もういやほら使うときは使うんですけど、うん、いやもうマジで皆さん、課金はくれぐれもほどほどに、ドッカンバトルを楽しんでいきましょうというところで、ちょっと雑談系動画となったんですけども、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。